内吹公園のすべて溶けてね。よっ、走ってる。全部吹き。待ってこれよかったね。おっ。いや、綺麗だねこれ。よし。ほんまに綺麗だ。えい。はい、帰ってきました。まあ、おもちゃみたいな山だから、おもちゃみたいな山だから、標高が150メーターとかじゃないかな。丘だね。まあでも見晴らしが良くて綺麗だね。素晴らしい。ちょっと長大寺行ってみようかね。こっちが長大寺ね。長大寺、長大寺行ってみよう。勝入れ寺だってよ。勝入れ寺って。勝入れ寺、勝が入る、勝入れ寺。展望台だ。うわ、全然分からん。雪城暗いって、えっ、うわぁ、ここから大山が綺麗に見えるんじゃないの。え、大山じゃないの、あれ大山じゃ、すいません、前の方が失礼させていただきました。大山がね、綺麗に見えるんだけど、あ、ここに展望台ある。うわぁ、すごい風景がね、これ何これ。
そうね、ちょっと上に上げてます。88箇所みたいな。えい、これなんか仏像の森だね、これね。仏石、仏石、仏石、なんていうかね、石仏か、石仏の森って、石仏の森じゃないですか。人材とか素晴らしい、いい砂丘街ですね。あっちもすごいけどね。いやー素晴らしい。きれいきれい。きれいだね。この奥あるの。ちょっと奥行ってみるかね。こっちから撮ったらどうだよね。これきれいだわ。もう本当にきれいだね、これ。よくこんなところに、こんなところに咲いてるね。素晴らしい、綺麗。美しいね。石仏の森でこんなに綺麗な花が咲いてるんですね。これがね、もうちょっと日がパッと当たるとすごいよ、これ。日が当たるとね、ここに日がプワッと照ったらもう輝くんですね。輝きのあれですよ。石仏もいいけどね、花が綺麗ですね。いやー美しいね。これが本当に美しいわ。山、
山ツツジ。ちょっと石仏の写真もちょっと撮ってきますか。木刀なのかないか。これか。1枚撮るし。よっしゃい。どうですか。えい。これもいいね。同じみたいなのばっかりだ、ね、ちょっと違うのもいいか。似たようなものばっかりだ、ね、同じかみんな同じか。あ、これちょっと違う、これ違う違う、これどっちかいうとこちらの方が好きだな。なんかちょっと変わってるね、これ。えい、こうもあるんだね、これ。一体これどういうとこなんでしょうかね。どういうところなんでしょうか。随分慣れてるけどね。今日よくわからんね。ほんまに。得体の知れないところ、ね、崩れてる。5円50円か。お賽銭を置く人もいるんだね。面白いとこだね。面白いとこだ。もうちょっときれいにね、管理してあればね、もう少し管理してあげた、してあげたらね、とっても良くなるんだと思いますけど、残念ですね。ほったらかしい。あそこに縦札立っとる。あ、これいけ、手が折れてる。砂岩台ですからね、崩れるんやろうね、これ。あ、これいいわ。いい感じやわ。撮らせてください。ちょっとね、もうちょっと近くの方が。こう。こういう感じだ。えい。はい、OK。88箇所。この石仏群を88箇所と言います。うん。なるほど。なるほど、なるほど。あそこに大山が見えますよ。40倍の迫力でちょっと撮ってみよう。ちょっと40倍。